本記事の日本のアナウンサーでは、日本の放送局に勤めるアナウンサーについて述べる。アナウンサーとは、放送する、マスメディアが、収集した情報を元に作った原稿を音読して、視聴者へ伝達するものである。日本の放送メディアで、最初のアナウンサーは、1925年に現在は、NHK にあたる東京放送局のラジオで声を、発した。 京田武夫とされ、当時のアナウンサー陣は、他3名を加えた計4名であった。後に、テレビのアナウンサーが登場し、旧来の放送圏域が広い地上波のラジオやテレビに、加えて、ミニ FM やイベント放送局やコミュニティ放送、ケーブルテレビや衛星放送、インターネットラジオやインターネットテレビなどが登場し、各々で、アナウンサーがいる。下記の歴史に衝術がある。 欧米ではニュースは記者の取材活動が重要と広く認識され、取材から原稿の作成、編集、読み上げまで一連する作業や、マイクや録音などの音声担当者やカメラマン、ディレクター、アシスタントディレクターなども含めて組織的連携のすべての役割や人物が欠けても番組は成立しないと広く認識されている。ニュースで マイクやカメラの前で原稿を読む役割を担う職業を組織的な責任の最後を担う専門的職業の意味を込めたアンカーやニュースプレゼンターと称する概念が重要視されている。日本は欧米ほどの認識は醸成されておらず放送で原稿を読むものを単にアナウンサー称している。民放ではアナと短縮型で呼ばれることも多い。 2018年時点で NHK のアナウンサーはおよそ500人で男性の比率がやや高く民放は曲ごとに傾向が異なる。下記の雇用に衝術がある。現在の日本のアナウンサーは特定の放送局に社員として所属するアナウンサーと呼ばれると特定の放送局に所属しないフリーアナウンサーの2つに対別される。 新卒で採用された組織で勤務する、生え抜きと中途採用者がいる。アナウンサーの採用情報や求人情報は各放送局のウェブサイトなどに掲載されている。アナウンサーの採用試験を受けるためには、大卒以上の学歴が必要である。アナウンサーという職種は枠が少ない上に、一般人の間で知名度が極端に高く。 誰でも知っている職業なのでこの職業に就くことを夢見る若者が多く民放キー局や NHK などでは数名程度の採用枠に対して数千数万倍の応募者が殺到するというような状況になっている。雇用採用アナウンサーは視聴者からの好感度が重視されるがラジオのアナウンサーの場合声や話し方だけでリスマーから評価されるのに対して テレビ放送の場合視聴者は画面でアナウンサーの顔を見続けることになるのでテレビのアナウンサーは声や話し方に加えて顔立ち、容姿でも視聴者から交換されることが重視される。民放では高視聴率獲得のためにアナウンサーのタレントアイドル化を図るという技法も採用されている。 ラジオ放送開始時は経験者や手本になる資料などは存在せず、組織的な研修もできず、新聞記者や編集者から選抜されたものが各自で、話し言葉のスタイルを模索しつつ遂行した。1925年3月22日、社団法人東京放送局によりラジオ放送が開始され、東京日日新聞の運動部記者出身の京田、武雄が、 第一声を発した。放送開始時のアナウンサーは他に、大場、東、熊崎新吉、桐野音次郎の3名がいる。6月に、緑川明子が入局し、日本初の女性アナウンサーとなった。日本初のスポーツ実況中継は、1927年8月13日の第13回全国。 中等学校優勝野球大会の札幌市中隊、青森市販の試合を、社団法人日本放送協会元銀行員の、魚谷忠氏が担当した。1953年2月1日、テレビ放送が始まる。第一声は、志村聖順アナウンサーによる曲名アナウンスで、続いて当時 NHK 会長の古垣哲郎が挨拶した。 1961年に NHK を退職して独立して1962年に民放番組の司会に抜擢された高橋慶造が日本初のフリーアナウンサーである。自分の声、言葉を用い、広く一般に事象を伝達するためにアナウンサーは正しい日本語能力を要し文法、アクセントに加えて、 放送局が内記する放送用語も遵守する。主たる業務を可視する。上記の視聴者、聴取者向けの放送への出演や、取材の職務の他以化のような放送以外の業務もある。NHK の全国のアナウンサーの人数は、2018年時点で、およそ500人である。NHK の政局員における現役アナウンサーは、東京本部、地域拠点局を含む、 地方放送局を問わず、古くから、男性の方が女性より、比較的多い。民放の放送局における現役アナウンサーは、かつては性別に分けると、男性の方が女性より多いというつぼねが、比較的、多かったが、2018年現在は性別に分けると一つ目は、男性も女性も人数が同数という曲、二つ目は、女性の方が男性より多いというつぼねが、 増加傾向にある。また、民放の放送局での現役アナウンサーの性別での伸び率は女性の方が高い。若手を中心に宿直、早番、遅番などの交代勤務があり、早朝や深夜の生放送を担当する場合も含め、勤務時間や生活サイクルが不規則になる例も多い。報道、情報番組は準備のため放送開始2時間前には、 出勤する必要があるため、早朝番組で生放送する出演者は深夜に自宅を出るなど、その勤務実態は過酷である。職務の性格上、勤務は曜日が基準となり、祝日も無関係であるが、一般に年に1回5日間程度のまとまった休みを取ることが認められている。一部放送局では、労働組合との協定で週休2日制を強く、 守っている場合もある。社員であるため年次有給休,休暇も与えられるが、ほとんど消化できないのが現状で、1から2ヶ月まとめて消化してから退社するといった例も多い。生職員アナウンサーが食卓となって、継続雇用される場合でも、同様の例が多い。地方局の場合は、スタッフの人員が少ないため、アナウンサーであっても、報道記者や、 ディレクターなどの裏方仕事を兼務する例が多く、四局駐在となる例もある。局アナウンサーは、編成部門のアナウンス部あるいは放送部などに属している。労働条件については、正社員のほか、契約社員として勤務している者も,もいる。局アナウンサーは、社員なので、基本的に局内に机もあり、仮眠室、食堂、ネットワーク、保険など、 社内の施設、福利構成を利用できる。放送局の正社員、契約社員として所属しているもののほか芸能事務所、制作会社からの派遣社員も存在する。在京キー局では、TBS の TBS ニュースバードのキャスターや、TBS954 情報キャスターなどが、派遣社員で、ほぼ派遣先の放送局の専属出演する。TBS の場合、 これらのキャスターは、地上波放送への出演は少なく、それぞれ CS 放送やラジオへの出演が中心となる。局によっては、リポーター、パーソナリティと称する。なお、ラジオ局の場合は中継者の運転や、ディレクター業務など、アナウンス業務以外の業務も担うことがある。フジテレビは、かつて、専属リポーター、司会者募集の名目でアナウンサーを募集していた。 これは、当時同局に存在していた労組、ーソ第二ーソの2組織に対し、創業者のしかない信鷹が、組合所属のアナウンサーをそのまま、アナウンサーと呼び、第二組合の所属者を、リポーターや、司会者と呼んで差別化を図っていた、いわゆる会社の内紛に起因した事象である。どちらも、業務内容は、全く同じで、これが、 アナウンサー採用試験と知らずに受験した者も,もいたほどだった。たまるみすずや辛坊二郎らもその一員とされる。辛抱はこの事実を知りフジテレビに入社せず、読売テレビに入社した。ギャオはギャオオーディションというオーディション番組でアナウンサーを募集した。これはギャオでのアナウンス業務をはじめ、ドラマバラエティ、映画など自社媒体の番組へ出演する者の,の公募であり、 ギャを運営していた優先の社員としての募集ではないので一般に言われる局アナウンサーとは意味が異なる契約局員契約社員は契約アナウンサーと呼ばれる人件費削減の波を受け増加傾向にあるが契約社員の直接雇用と今後の課題が残されている契約アナウンサーは女性に多く男性では少ない nhk は多くの場合 女性アナウンサーの事例に当てはまる。職員、契約を合わせたアナウンサーのうち、女性は、職員アナウンサーが少なく、配属されていない地方放送局もある。そのため、各放送局が個別で契約アナウンサーを採用する、例が、比較的多い。芸能事務所に所属している放送局の、契約アナウンサーも少なからず存在している。契約アナウンサーをキャスター。 または、リポーターと称している。そこから、NHK の正職員、局アナウンサーとなったのは、現在までのところ森田美幸と荒木美和の二人である。民放ローカル局を中心に契約社員を採用する、つぼねが増加しており、非正規雇用がアナウンサーの分野にも広がっている。この場合の、フリーは、放送局と直接の雇用関係がないことを指す。 完全なフリーランスでなく、人材派遣事務所や芸能事務所などに所属している、ものもこう呼ばれる。極アナとフリーアナウンサーの仕事内容に、実質的な違いはないが、雇用形態に大きな差がある。極アナは、社員、職員としての給与と仕事の供与、労働三権員が保障されている代わりに、社名である業務や移動を基本的に断れない。 勤務地が大きく変わることはないが、別の分野を担当させられる。要は局アナは、会社員であり、その権利と同時に、組織の一員としての義務を負い、局の方針に反することはできない。一方、フリーアナウンサーは、雇用契約の契約書の形式や内容が異なり、仕事内容が明記、限定された形で契約書に署名する。仕事の契約は、 事務所や知り合いの紹介、オーディションなどを通じ自ら競争を勝ち抜いて獲得する必要があるが別の角度から言えば嫌な仕事に関しては契約を結ばなければ良いので仕事の内容を選ぶことができるとも言える。逆に言うと仕事内容や契約相手のつぼねは選べる代わりにどの曲からも相手にしてもらえず 全く仕事がない状態になり、無収入になってしまう可能性もある、とも言える。つまり、テレビ局の側にも、多数のフリーアナウンサーの中から自局に、都合のいい人を選ぶ自由があり、契約を結ばない自由がある。フリーになる人の動機は様々である。そもそも最初から、フリーアナウンサーとして活動している人々も、かなりの数いる。別業種からの転職者もいる。 曲アナがそのつぼねの番組に出演して獲得した知名度を活用してフリーになる場合もあり、その場合、単純に高収入の可能性があることに惹かれて、それを選ぶ人もいる。自分を試したい、仕事の幅を広げたいという理由を挙げる人、つまり他局で、フリーでならばもっと違う仕事で実力を発揮できるはず、と感じるから、フリーを選ぶ人もいる。 もっと違う理由で、例えばテレビ局が報道らしい報道を行っておらず、権力者におもねったような、腐った報道をするばかりで、おまけに、テレビ局のプロデューサーが、スタッフやアナウンサーに対して、セクハラを連発していて、そういう問題だらけのテレビ局にうんざりして、別のねで仕事をするためにフリーになる場合もある。フリーになった後の報酬の額は、一種の、運や、 自身のアナウンサーとしての実力、自身の世渡り術、そして外部の所要員という大きな要素群など様々な要因が影響する。成功できると思って退社してフリーになった途端に病気にかかってしまい、無収入になってしまう場合もある。自分には実力があると信じ高収入を得られると期待してフリーになっても、 蓋を開けてみたら収入が大幅減となってしまい、後になって自己評価と他者評価に大きな乖離があったことに気づかされる場合もある。運にも恵まれ、外部要員にも恵まれ、かつアナウンサーの実力もあり、世渡り術にも長けている場合は、フリーアナウンサーになることでア穴よりも高額の収入を得られる例もある。仕事のミスに対する批判や視聴率の評価は、 曲アナウンサー以上に、シビアであるとされる。即戦力扱いで実際に高視聴率という結果が出た場合は、便利な駒として、しごかってもらえて、広報酬を払ってもらえる、可能性が高いが、一旦、何かの表紙に視聴率低迷などという現象が起きると、実力不足などと判断され、番組プロデューサーから簡単に見切られがちで、 つまり一種の使い捨てのコマ扱いで単純に契約解除となり、極穴のようなセーフティネットはなく、仕事もなくなり、無収入になってしまう可能性もかなりある。つまり、極穴からフリーアナウンサーになることは、わかりやすく言うと一種の賭けであり、博打を行うような状態、一か八かの状態になる。そんなわけで、 フリーになると決め辞表を提出した時は平気だったのに、いざ退社の時期が迫って、自身の境遇が変化することを、ひしひしと感じ始めると悪夢を見たり、辞めてしまった後になっても、辞表を出したこととか辞めたこととか、全部なしにならないかな、と思ったり、もう、今更しょうがない、と思うなどして、長期間気持ちが揺れ続ける人もいる。なお、曲穴が、所属曲を退職して、 フリーアナウンサーに転身する場合、フルス曲へのギリ立ての意味もあり、フリー転身直後は、一定期間他曲への出演を控えるという慣例がある。明確に一定期間他曲に出演しないと、フルス曲と取り決めを持つ場合もある。系列曲制作番組や、企業のコマーシャルへの出演は、フリー転身直後でも可能の場合あり。その一方で、大塚のり 小倉智明、もあ茂、羽鳥真一のようにフリー転身ンンの翌月から他局でレギュラー番組を持つという例外もある。特に羽鳥は日本テレビ退職の数日後にテレビ朝日でレギュラーでの冠無理番組を開始させた。この時は日本テレビテレビ朝日両社上層部との話し合いがあったという。羽鳥のこの離れ技でフリー転身ンン好みでも 他局からの仕事を受けやすくなったという向きもある。また、一時期の三雲高江、小宮悦子、高島彩、ラジオ局の元アナウンサーなどのように、フリー転身後も、他局ではほとんど仕事をせず、フルス局制作番組しか、ほぼ出演しないという人物も存在する。NHK アナウンサーがフリーとなる場合、はじめのうちは、民放局と専属契約を結び、 軌道に乗ったら完全フリーにという傾向が多い。狭間まま久保順子のように NHK 退職直後に NHK と専属契約した人物もいる。ただし、専属契約となる形でのフリーだけではなく、在京キー局や在阪準キー局への移籍というパターンもある。新卒採用の場合、4年生大学卒業を、 必須としているつぼねがほとんどで、さらに募集要領には、年齢制限、留年制限を設けているところが、圧倒的に多い。また、大学のコースは、文系、理系は関係なく、採用対象となる。また、NHK のみ毎付きの NHK 受信料を、払っていることも条件である。また、総務、政策などの部門とは、 採用枠が別に設けられていることも多い。前述の通り非常に人気の高い職種であるため、その競争率は非常に高くキー局アナウンサー試験の倍率は芸能オーディションの倍率をも凌駕する倍率である。居住地や出身地以外、さながら日本全国の放送局に対し応募書類を送ることも珍しくはなく、面接の度に、 日本全国をギ略する志望者もいる。学生時代にアルバイトでアナウンサーやリポーターの経験を積むかアナウンススクールで指導を受けた方が有利であるとされるが、その一例。一部の大学にはアナウンス研究会というサークルまで存在する。採用試験では正しい日本語が話せるか好印象を与える雰囲気、用紙を持つか とっさの起点が効くかなどが重視される。語学やスポーツといった業務に活かせる得意分野が求められる場合もある。入社後は数ヶ月間の研修の後、短時間のナレーションや提供を読み、スポットニュースのような難易度の低いとされる業務につき、多くの場合、入社後半年から1年でレギュラー番組出演となる。初めての生放送出演は、 初泣きと呼ばれることもある。稀に、研修と並行して4月の入社時から、レギュラー番組を獲得する例もある。こういった例は、人員の少ないローカル局がほとんどだったが、後に、キー局でも見受けられるようになった。放送局などが直接運営する、アナウンサースクールを実質研修の場と捉えていることがある。 また、災害対策基本法指定公共機関に指定されている NHK では、深夜のニュースの放送終了後、全職員を対象にした災害発生時の緊急報道訓練をほぼ毎日実施しており、アナウンス部所属局員もその訓練を受ける。非大都市圏の放送局を中心に、コストダウンのため、新卒採用であっても、正社員としてではなく、期間を区切った。 契約職として採用する事例が増えつつある。これらの場合、契約満了時に解雇するか、それとも契約延長、または、正社員転換で残留させるかは、それぞれの放送局の判断に委ねられている。2001年10月1日に、TBS が、ラジオ部門を分社化させたのを皮切りに、認定放送持ち株会社以降を含む、ラジオテレビ部門の分社化が、相次いでいる。 分社化したテレビラジオ各局のアナウンサー募集採用は人件費削減の観点からテレビ局側が行っておりラジオ局にアナウンサーの派遣業務としてアナウンス業務を行っているさらにラジオ局の送信書保守管理も経費削減の観点からテレビ局に委託している多くの放送局ではアナウンサーは専門職とされるため業務内容が 大幅に異なる部署への移動になることは少ない。ただし、業務内容が近い報道記者への移動や、解説委員就任、国内外の拠点への移動、本人の強い希望がある場合の移動もある。また、報道記者に転出しても主に、ワイドニュースなどニュースキャスターとして、出演を継続する、元アナウンサーもいる。地方局の一部では、アナウンサーの肩書きを残したままで、 報道記者兼任という場合もある。また、現在は少なくなったが、放送局を新規に立ち上げる際、所属予定の系列局もしくは、立地地域の既存の放送局から、新設局のアナウンス部門の指導員として出向する例もある。従来は移動の少ない業種だったため、一般部署への配置転換が否定的に報じられることもある。 しかし2000年代頃よりアナウンサー個人のスキャンダルに対する一種の懲罰やテレビ放送の完全デジタル化による負担増に伴う人権費抑制策などで人事異動を全社規模化する放送局が増えておりアナウンス業務から外される事例は珍しくなくなっている NHK の女性職員アナウンサーも以前は 東京本部に転勤になるとほとんど動かない例が圧倒的だったが2010年代に入ると40歳代以上は管理職として30歳代については男性局員との格差是正を主眼として渋谷から強制的に転勤させる例が急増している2011年は年度代わりに30歳前後の二人が渋谷から出された 他、6月24日付の幹部級人事では、一気に5人が、地域放送局のアナウンス統括職に起用され、渋谷から転出、一人が、渋谷内部で、配置転換となった。なお、NHK の男性局員は、全国各地を転々とするのが普通で、その途中、人事で、アナウンス部門から離れることも、珍しくない。 入局以来、渋谷で働いた経験がないという事例も少なくない。ほか、渋谷で長く残れる人もほんの一握りである。中にはその地方の土地柄や環境などを気に入り、家まで建ててその地方局に継続的に、または、職歴の大半において在籍するアナウンサーもごく、わずかではあるが存在する。佐賀局の三上立つ次など。 鈴木志郎のように別部署に移動していた元アナウンサーが復帰する例があるほか、報道記者が転身する例もある。対して他部署から新たにアナウンサーになる例は、1980から90年代のテレビ、東京などに見られる程度で少ない。また、アナウンス部以外の部署に所属していても、番組出演機会がある場合、アナウンサーの名称を用いる例もある。 キャリアを重ねて、管理職や役員待遇になると、チーフアナウンサーやエグゼクティブアナウンサーの肩書きを持つ例が多い。管理職もしくはベテランアナウンサーとなると、後輩の指導を行うほか、部内のアナウンサーのスケジュール管理業務や経営、企画会議の参加が増えるため、番組出演がやや少なくなる傾向にある。ただし、労働葬儀によるストライキで、組合員である。 若手アナウンサーが出演を見合わせた場合、彼らの代役として主に生放送番組に出演する例もある。主にスポットニュースやワイドニュースが該当する。ただし番組によっては、ワールドビジネスサテライトのように、もともと担当しているフリー契約のアナウンサーやナレーターのみで乗り切る例もあれば、補いきれない場合は、管理職のアナウンサーが出演する。ただ局によって、 テレビ東京のように人員が少なく補いきれないこともあり、その場合は同じつぼねで出演している同種番組のフリーアナウンサーが担当することもある。アナウンサー現職のままの役員就任は2003年に朝日放送取締役に就任した三上洋蔵などの例はあるものの稀で、アナウンサー経験者の役員の多くはタ部署への移動後に就任している。 仕事を求めて別の壺根へ移籍する例もある。地方局は契約社員であるなど身分が不安定なこともあって特に多く3社以上を渡り歩く者もいる。中途採用は経験者がほとんどであるが異業種からの転職も見られる。地方局を中心に複数の放送局に在籍している壺根のアナウンサーは多く存在している。また、 一つの放送局の在籍期間は、放送局を移籍した2局目か2局目以降に、在籍した期間が最初に在籍した、放送局よりも長いという例も多い。該当者は、カテゴリー、スポーツアナウンサーを参照。スポーツ中継の実況担当は、男性アナウンサーが務めることが圧倒的に多い。中立かつ冷静な放送が求められる、アナウンス職にあって、 自らの興奮や感動をストレートに表現することが許される分野で野球のホームランシーンなどを大声で伝える絶叫型アナウンスがある。しかし、これを良しとしない意見もあり、視聴者、聴取者の好みによるところが大きい。また、世相や試合状況にアナウンサーが答えられるかにもよる。 1936年のベルリンオリンピックで、水泳女子の前畑秀子が、金メダルを獲得した際、ラジオ中継を担当していた加勢三照は、激しいデッドヒートを受けて、前畑頑張れ、前畑頑張れ、と38回連呼し、日本中に感動と興奮を伝えた。一方で、2000年9月14日の、シドニーオリンピック、サッカー、 日本代表の試合で、得点の際、ゴール、を20回以上叫んだ、日本テレビの船越正佐の実況には、多くの批判、抗議が寄せられた。そもそも使用例が少ないが、特に三大都市圏以外の同県において、放送局の放送圏域内で生まれ育って、同局でアナウンサーとして活動するものを指す。NHK は、全国組織であるため、 基本的に一定年数同じ地域に勤務した場合は他の地域へ転勤となる。このため出身地で勤務できる可能性はそれほど高くない。しかし逆に地元勤務となった場合はそのことを最大限に利用して地域社会に貢献することができる。近年各放送局の役割再強化を図っている NHK においては 後藤内アナウンサーは重要な戦力となる。富山では山田茂光が福岡を一旦離れて U ターンして以降、アナウンスを統括する放送部副部長が3代続けて地元富山県出身者となっている。隣の新潟では2009年8月の時点で6人いるアナウンサーの半分が地元新潟県出身者だった。 拠点局ではない一般放送局でこうした事例は稀である。山形県では柴田徹が U ターン後山形弁で故郷を語るバラエティ番組今夜はまらないとを立ち上げ今や全国にファンを有する。拠点局でも名古屋は単身赴任者を含め愛知県出身者が多く在籍している。民放は NHK と異なり特定地域だけをエリアとする。 キー局と呼ばれる在京局も本来は東京都または関東のローカル局であり NHK 以上に地域に根ざした活動を行っている民放の中には法令改正で差別的雇用が禁じられるまでアナウンサーの採用にあたってその放送局が所在する都道府県の出身者に限るという条件をつける場合があった佐賀テレビでは 少なくとも1990年代までは、正社員としてのアナウンサー採用を佐賀県出身者に限っていた。県外出身者については、あくまでもニュース番組のアシスタントとしての扱いだった。現在は特に女性アナウンサーを契約職採用中心に切り替えたため、こうした制限はなくなった。正社員アナウンサーは公式サイトに全員入社年が記されており、 2010年に、花田ゆり奈が、初の県外出身正社員アナウンサーとして入るまで、全員が、佐賀県出身者だった。テレビ大分では、現在でもアナウンサーの採用を、大分県出身者に限っている模様である。しかし、小笠原聖天アナウンサーと、田辺智彦アナウンサーは、県外生まれである。そのため、アナウンサープロフィールの出生地が、 その他のアナウンサーと違う。女子アナウンサーは、通称、女子アナとして、その、タレント化が顕著であるとされるものを、特に指し、揶揄的に用いられる場合がある。特に民放中でも、東京キー局では、タレント化の傾向が、極めて著しい。1980年代後半以降に採用された、女子アナウンサーの大半が、俗に言う。 ブランド大学の出身であり、またミスキャンパスに選出された経歴を持つ者も,も少なくない。また、業務上必要なアナウンス技術よりも、容姿を優先したり、誤読やとちりなど本来は許されないはずのミスを、視聴率獲得のため沈徴した結果、芸能人さながらの扱いを受ける例が多いと見る、向きもある。さらに2000年代以降は、平井里夫、今野麻美、 宮沢とも、斎藤千春など、元アイドルが、女子アナとなる事例が見られる。下手な芸能人を使うより、次局の女子アナを起用した方が、視聴者受けが良く、しかも安価と彼女らを、商品化するのは、とにかく視聴率ありきという商業主義の民放テレビ局の姿勢も大きいと見られる。また、女子アナにコスプレをさせることも多い。その結果、キャリアを積み、 読みの技術が高まった中堅アナウンサーを若い方が良い、バラエティ番組で使いづらいとの理由で礼遇する傾向があり、これは女子アナ30歳低年節なる言葉をも生んでいる。ただ、NHK では女性であっても入局後数年間は東京、渋谷以外の地方局に配属してアナウンサーとしての技量を磨きキャリアを積ませるという方針があり、若さや 鮮度よりも、アナウンサーという、職業として求められる技量を重視する傾向が強いので、民放とは全く事情が異なる。そのため、NHK では逆に30歳を過ぎた、中堅局員が徴用される例が多い。民放では、売れっ子女子アナウンサーはその多くが20歳代で、30歳前後の年齢を一つの天気と見るのは、一般的な OL と同じである。 さらに、見られる職業の最たるものであるため、その、鮮度が露骨に求められ、30歳頃までに、人気や実力を確立できなかったものは、容赦なく、裏方に配置替えされ、次々に姿を消していく。女子アナ30歳低年説は、こういった事象を背景にしており、女子アナウンサー本人がこれに言及している例もある。また、かつて、 フジテレビでは25歳での結婚退職を強制していた。女子アナは男性プロデューサーやバラエティ番組で共演する男性タレントからセクシャルハラスメントを受けることが多くあるほか局の幹部から接待の相手役に繰り出されることも多いとされる。これらの行為にも女子アナは番組キャスティング権を持つ重役からの命令であるため否定できないという。 女子アナがフリー転身を決断する背景にはこの風潮も一因であるとの見方もある。女子アナウンサーの系譜かつて女性アナウンサーの担当する分野は料理、育児、手芸をテーマとする番組やインタビューの聞き手などが主だった。今日のようにタレント並みに注目を浴びる女子アナウンサーにつながる系譜は1975年富士テレビに入社し、 同局初の女性キャスターとなった後、女子アナウンサー史上初のスキャンダルを起こした、たまるみすずや、1978年 NHK に入局し、TV ガイドの表紙を飾ったり、民放への大型遺跡や玉残し婚が話題になった、より近みつ子らを短所とする見方や、1980年代前半のフジテレビアナウンサーによる当時は異例だった。 本当色の強いバラエティ番組への参加からなど、いくつかの見方がある。1977年入社の増田由美は、なるほど。ザワールドで体を張ったリポートで、ひょうきん、由美と呼ばれ、親しまれた。1980年入社の山村みちこ。1984年入社の寺田理恵子。1985年入社の長野智子は、俺たちひょうきん族に表金、ひょうきん。 アナウンサーと称され司会を務めた。女子アナウンサーは、女子アナと略されることが多いが、この略語を誰が最初に作ったのかは定かではない。今とほぼ同じ意味での概念が成立し、この言葉が使われ始めたのは1980年代後半からと、されることが多い。女性アナという言い方ではこれ以前からあった。 より地下のフジテレビ遺跡を報じた1981年、当時の週刊誌には、女性アナという表記が多く使われている。1987年にフジテレビ出版から、発行された同局アナウンサーを取り上げた、書籍、アナ本の中にはすでに、女子アナという表記が見受けられる。現在も、女性アナと表記することもある。女子アナと、 女性アナという表記が混在する記事も見られる。続編として1991年に発行されたアナ本にでは、当時、花の三人娘と呼ばれた有賀さつき河野恵子ヤギヤキコに焦点が当てられた。1993年には、日本テレビの人気アナウンサー長井美奈子ら三人から、なるユニット、ドラが結成され、CD をリリースした。 女子アナウンサー路線は、フジテレビ、ついで、日本テレビが先行していたが、TBS には1993年に、天宮東子が、1994年に、新藤明子が入社し、それぞれ、バラエティ番組とスポーツ番組で、局の看板アナウンサーとなった。NHK には1994年に、久保淳子が入局し、看板アナウンサーとなった。 以後女子アナウンサー人気の定着とともに各局とも女子アナウンサーと呼ばれるアナウンサーが増えていった。1990年代後半から芸能事務所、セントフォースなどは女性キャスター、リポーターに特化したマネージメント展開を行い各局のニュースワイドショー番組に所属タレントを派遣。各局を退職したアナウンサーを所属タレントとして受け入れるほか 学生の所属タレントが、その後、出演していたつぼねのアナウンス職として採用される、事例も存在し、さらには局との共同出資で、芸能事務所を設立するなど、局と事務所、相互の関係を深めている。また、滝川クリステル、葉山エレーヌ、石田エレーヌ、葉山エレーヌ、加藤シルビアや小林優、広戸歩アなど、ハーフのアナウンサーが多く起用される傾向も見られる。 外国人とのインタビューに再出役を介さず直接、取材できる人材としての帰国子女や海外、留学経験者と同等の理由で採用されているが、日本人のハーフに対するイメージから採用が多くなっているとも見られる。滝川、葉山などは当初は日本名で活動していたが、局のイメージ戦略のために意図的に外国名を名乗っており、タレント化の是非をめぐる。 議論の一端となっている。タレント化に関する論議バラエティ番組やクイズ番組などで社会的常識にかける発言や回答をするアナウンサーが時折見られる。これは資質低下だと厳しい指摘がされることが一般的だが視聴率獲得目的の演出や一種のやらせも入っていることがあると内幕が暴露されることもある。 元日テレアナウンサーの石川真紀子が若者の読み書きの能力は年々低下している入社希望の学生の漢字テストの成績が良くないと語っているほか日本テレビ OB の福沢明も自身のブログで非常に有料しているとした上でテレビはもうアナウンサーを必要としていないと苦言を呈している有賀さつきは出演者の瞬間的なリアクションに自分を含めた 番組制作者らは台本にはない魅力を共有しており、自分もボケの役割をある程度進んで引き受けていたことや、社会的常識があるはずの曲穴のイメージを逆手に、取った演出の一面があったことを明かしている。日本の曲アナウンサーは、放送局の企画で歌手デビューをしたり、ドラマや映画にちょい役の俳優として出演するという例も存在する。 例外的ではあるが、曲アナウンサーであっても、放送局同士のコラボレーション企画等により、他局の番組に出演する例もある。この影響で曲アナウンサーが、裏番組と重複出演となる例もある。その他、放送局同士の共同制作番組を放送する際、その広告に、各局アナウンサーが、勢ぞろいで出演することもある。また、 東京オリンピックに向けて様々な曲同士の連携がなされた。本名で活動する者が多いが、中には芸名を用いる者も,も存在する。曲アナウンサーの中には会社への報告を行うことを条件として、講演会や結婚式の司会などの副業を行う者も,も存在する。有名になるにつれてだんだんと、 アルバイトでの収入も増え、所属局からもらう給料の倍以上の額を稼ぐほどになることもあるという。テレビ局所属のアナウンサーはかつて水着着用で番組出演をする場面が見受けられたが、1990年代後半、頃からは各局男女ともに水着姿での出演を規制するようになった。2015年現在、日本テレビの場合、 アナウンサーを極めて高度な精錬性が求められる職種と位置づけている。口述のように放送メディア以外の分野でアナウンス活動を行うものも存在する。口述以外にもラジオパーソナリティ、ディスクジョッキー、声優、ナレーター、朗読家なども求められる資質が似ていることからアナウンサー業と掛け持ちする例がある。 市会業選挙関連選挙立候補者の応援演説や選挙カーから候補者名や政策を連呼する活動が知られる。女性の場合、その声を取りに例え、ウグイス城と呼び、むしろ正式な故障がない状態が生じている。男性の場合、カラス君やカラスボーイの属称があるが、女性が一般的なのであまり使われない。城内アナウンスアナウンスは、 A アナウンス、アナウンスメントであるが、場内アナウンスとは、催し物の会場の中や、駅の構内の人などに放送で呼びかけること。競技場や、ホールなどで、選手交代や演目などの案内を観客に告げる、職業。用例で見られるのは、風再び、様々な人種の旅人がバッグを下げて行き交っている。合間を案内を告げる場内アナウンスが塗ってゆくなど、 使用されている。女性の場合、ウグイス状の俗称が、男性の場合は、スタジアム DJ と称される場合がある。これらと、意味合いの異なる場内アナウンスとして、競馬などの公営競技における、場内実況を担当する職業もある。リングアナウンサープロレス、ボクシングなどの格闘技において、選手コール、進行業務などをするアナウンサー。 実況アナウンサーとは異なる。ナレーターコンパニオン商品説明や、司会進行を担当する、イベントコンパニオン。顔写真、生まれた月日、大まかな出身地、血液型は掲載されている例が多く、対して、放送局に入社した時期、生まれた年、出身大学、身長などは掲載されていない例も多い。なお、公式ウェブサイトの顔写真は、 公式プロフィール写真として番組や放送局関連のイベントのウェブページや案内に使われる例が多い。ありがとうございます。